山本由伸選手、メジャー初勝利にデーブ・ロバーツ監督が絶賛。芸術的ピッチング、彼はアーティストだ。ドジャースはカージナルスとの本拠地開幕カード4連戦を3勝1敗、続く同じなリーグ西地区のジャイアンツとの3連戦を3勝0敗でスイープ。そして昨日から続く同じなリーグで鈴木誠也選手と岩永翔太選手がいるカブスとの3連戦が始まりました。昨日の初戦は打撃戦の末にドジャースは敗れ、連勝は4でストップしたものの、大谷翔平選手は2試合連続となる今季第2号ホームランを放つなど、チームとしての雰囲気は良い中で迎えた今季11試合目となるカブスとの3連戦の第2戦。今日のドジャースの先発はメジャー3試合目の登板で、メジャー初勝利を狙う山本由伸投手、そして大谷翔平選手は2番 DH で先発出場しました。山本由伸投手メジャー初勝利なるか、鈴木誠也選手との対決はどうなるのか、大谷翔平選手3試合連続ホームランなるかに注目が集まった今日の試合。この動画では山本由伸投手の今日の投球内容、最新の成績、チームメイト、敵チームの反応、山本由伸投手の際立つ球種の凄さを紹介しているので、ぜひ最後までご覧ください。忘れずにチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。山本由伸選手は序盤こそ制球が安定せず、1回満塁の大ピンチを迎えるも3者連続三振で切り抜け、2回も満塁のピンチを迎えるも無失点で切り抜けます。そして3回以降は9人連続アウト、2回までに47球を使ったものの、3回からの3イニングはたった33球、結果として5回89、被安打3、7奪三振、2四球、0失点と前回同様先発として完璧な仕事を見せ、圧巻の奪三振ショーで前回同様先発として完璧な仕事を見せ、3月21日韓国でのパドレス戦は1回5失点の大乱調デビュー、30日のカージナルス戦は5回2安打無失点の好投ながら勝ち星がつかず、3度目の正直でメジャー初勝利をつかみました。なお80球での降板にネットではなぜ6回まで投げさせなかったのかという声も上がっていましたが、デーブ・ロバーツ監督は最初の2試合にムラがあったので、彼を少しずつ作り上げていくために今日の投球数は85球と考えていたと、今日5回で降板させた理由を明かしています。これで山本由伸投手は防御率を 7.50 から防御率 4.09 に改善させ、このような成績となっています。なお山本由伸投手と鈴木誠也選手の対決は四球、三ゴロ、空振り三振と山本由伸投手に軍配が上がりました。そして大谷翔平選手は4打数2安打1四球と3試合連続のマルチヒットを記録する活躍を見せました。山本由伸投手は試合後のインタビューでチームメイトからビールかけの祝福を浴びたことを公開。山本由伸選手はグラウンドでのインタビュー後、室内練習場で日米メディアの共同会見が行われる予定だったのですが、球団広報はベッツが山本を呼んでいると説明し、会見場を素通りしてクラブハウスへと誘導。その後山本由伸投手はチームメイトから洗濯用のカートに乗せられ、シャワールームへと連行されたそうで、目を閉じろと指示され、目をつむった瞬間ビールや謎の液体をかけられたそうなのです。あっという間に今も何かが喉にあります、あとは覚えてないですと明かし、噂でそういうお祝いがあるのは聞いていましたが、あるならこのインタビュー後だなと思っていましたと、まさかのドッキリ仕掛けの歓迎に笑顔を見せました。そして日本での1勝目とメジャーの1勝目どちらが嬉しいかの問いには、日本の1勝目は7年前なのであんまり覚えてないですが、どちらも嬉しいですねと語りました。またチームメイトの大谷翔平選手からは、まあナイスピッチと、はいいい感じにと声をかけられたことを明かし、今日のピッチングについて、前回に続いて今回もいい投球ができて無事に初勝利できたので本当に嬉しく思います。立ち上がりは少し狙いすぎてボール先行したり、思ったところに投げられなかったんですけど、徐々に感覚が良くなっていって、4回5回とかは割といいピッチングだったかなと思いますと話し、1回の無四満塁の場面はとにかく落ち着いて、そうですね、押し出しとかは本当に一番嫌だなと思ってたので、とにかくストライクゾーンにいいボールを投げていこうと思いましたと振り返り、毎週登板があるのでその毎週の一試合一試合を大切にすることだと思いますし、その一試合を成功するためにこの一週間の一日も無駄にすることなくやっていくのがいいピッチングにもつながりますし、怪我なく長いシーズンを投げられることにもつながると思うので、とにかく毎日を頑張りたいですと気持ちを切り替えていました。今日の山本由伸選手の投球には対戦相手のカブスも絶賛。カブスのクレイグ・カウンセル監督は試合後、B
米イリノイ州地元局マーキースポーツネットワークの番組で山本由伸選手の投球について、彼は本当にいい投球をしていた、モレルに対していい変化球を投げていたし、ダンス B やブッシュに対してギリギリ一杯をついてきた、彼を称えなくてはならない、本当にタフな球を投げていたと制球力に脱帽、さらに優れたオフスピードピッチがあり、全てが揃っている、優れた球種が4つもあるんだ、彼と対戦するのは間違いなく難題になるよ、最初の2イニングは彼にプレッシャーを与えることができたが、残念ながら突破することはできなかった、彼はリズムを掴んでしまったと、多くの球種の中からその日使えるボールを嗅ぎ分け、イニングを重ねていく能力を称えました。また対戦したカブスの7番の N コーナー選手は、彼はユニークな投球フォームをしていて、タイミングの面でもユニークだ、もちろんいい速球もあるし、今日は変化球もよくコントロールされていた。5番の D スワンソン選手は、彼はとてもユニークな投球フォームを持っていますし、速球の動き方も他の選手と少し違います。印象的だったことの一つは、彼が洗練されているということです。彼は彼自身が何をしたいかを理解していて、その球を高い確率で実際に投げることができるとこのように敵チームからも絶賛を受けています。そして公式戦3度目の登板で山本由伸投手と初めてバッテリーを組んだオースティン・バーンズ捕手は、カーブの割合を過去最多の 35% と比率を増やして配球、この日の最速 96.9 マイルの速球と緩急差をつけ、三振も8個のうち4個をカーブで奪いました。バーンズ捕手は今日の山本由伸投手について、最初は感覚がつかめず多くの走者を出し、すぐに厳しい状況になったけれど、そこでいい球を投げた、3者連続で三振に取り得点を許さなかった、最初のイニングで基調を定めたことが大きかった、3、4、5回にはグループをつかみ楽に抑えた、いい球を投げていたと思う、まだ89くらいだったからもっと投げたかっただろうけれど、十分に称賛する言葉がないくらいだと称え、山本由伸投手のボールについては、速球は伸びがあり、スプリットはナックルのように落ち、カッターもキレがあるから、カーブでスピードを変えることは重要だ、彼の持ち球でスローな球種はそれだけ、いい球だよ、打者の動きを止める、おかげで彼の速球が生きるとカーブを高く評価しました。そして2試合連続無失点と一戦ごとに向上していることに、よしは最高だよ、彼は大丈夫だ、カージナルス戦でもすごい投球をしたし、今日も良かった、新しい環境になれれば彼が球界最高級のピッチャーになるとお墨付きを与えたのです。またドジャースの三塁を守ったマックス・マンシー選手は、カリフォルニア州地元放送局スポーツネットロサンゼルスの番組に出演し、彼はとてもいいよ、期待していた通りだ、彼が得たあれだけの契約から期待していたことだね、見ていてとても楽しい、初回はベストな投球ではなかったが、そこから持ち直した、刺激的だったよ、オープン戦の最後の2登板と韓国での登板は本来の彼の投球じゃなかった、彼の自分の仕事に向かう行動を見ていれば、それが本来の彼じゃないのは見て取れた、ここ2回の登板は見ていてとても楽しいし、これからもっと期待できると思うよと今後のさらなる飛躍を予言しました。またドジャースのデーブ・ロバーツ監督は、間違いなく初回はストレスが多かっただろう、球数がかさんでいった、初回の最後の3人から三振を奪ったのが大きかった、最初の数イニングでの投球の内容、5回を投げ切れたこと、そして勝利をつかんだこと、これは大きい、ファンタスティックだったと思う、試合が進むにつれて直球を他のコースにうまく投げられるようになっていた、カーブも良かった、無視満塁の場面で試合が決まっていた可能性もあった、だから直球やカーブで三振を奪い残りのイニングで球速を維持できたのは、私から見てもかなり感心すべきことだ、まず第一に彼は彼自身を信じないといけない、今日はいい投球だった、スプリットの制球が以前より良かったと思うと山本由伸選手の修正力を絶賛、そして彼のピッチングは作品、彼はアーティストだ、芸術的ピッチング、試合が作品とは考えたことなかったねとこの上ない賛辞を送ったのです。このようにドジャースのチームメイトや監督だけでなく敵チームからも称賛を浴びている山本由伸投手の球、 NPB で4年間まさに無敵の投球を続けてきた山本由伸投手の細かい投球データが MLB 公式サイトサバントを通じて判明しています。そのデータにより山本由伸投手が投げるボールが MLB では明らかに規格外だったのが2つの球種、まず1つ目が絶賛されている山本由伸投手のカーブ、 MLB 公式サイトでデータ分析を専門とするデビッド・アドラー記者は山本由伸投手のカーブに着目し特集記事を掲載、アドラー記者は
山本由伸投手がカージナルス戦に登板した際、カーブで10個のストライク、見逃し空振りを奪ったとして、ここまで1試合にカーブで10個以上のストライクを奪っている4投手の1人だと紹介。さらに山本由伸投手のカーブを球速、回転率、V 成分、H 成分、多角的落ち幅、IVB とデータ的に検証した上で、縦は 63.0 インチ落ちており、MLB 平均よりプラス 7.7 インチで MLB トップ。また多角的落ち幅においても 17.1 インチは MLB トップ5と、山本由伸投手の投げるカーブは一級品と結論付けています。そしてもう一つが、MLB の平均以下にもかかわらず浮き上がるフォーシーム。回転率は、なんと MLB 平均をかなり下回っているのです。投球データに関する測定器を製造、販売しているラプソードによれば、2019年における MLB 投手のフォーシームの平均回転率はほぼ 2300rpm で、同カージナルス戦に登板した際、山本由伸投手は68球のフォーシームを投げているのですが、回転率は 1900rpm 台が2球、2000rpm 台が2球、2100rpm 台が14球、2200rpm 台が7球、2300rpm 台が1球、2球測定できず、という状況で、山本由伸投手の回転率は明らかに MLB 平均を下回っているのです。しかし、先ほどのアドラー記者の記事によると、山本由伸投手のフォーシームは MLB 平均よりやや浮き上がっていることが確認できるのです。オーシームの回転率は V 成分を大きく左右するもので、回転率が高ければ浮き上がる性質が増し、回転率が低くなれば逆に落ちる性質が生まれるというのが一般常識になっているのですが、山本由伸投手のフォーシームは回転率が平均以下にもかかわらず、むしろ浮き上がる性質を有しているのです。このカーブと浮き上がる謎のフォーシーム、今日は三振を奪った場面でそれが顕著にわかることになりました。また今日の山本由伸投手の投球には米記者たちも絶賛。ドジャースネーションのダグ・マッケイン記者は自身の X で序盤の満塁の場面に触れ、由伸山本は最初の2イニングで満塁のピンチを切り抜け、ドジャースでの最高の投球を披露したとピンチを背負った後の無双ぶりに言及。山本は特別な才能の持ち主であり、まだ始まったばかりだとそのピッチングを称賛。さらに山本は最初の先発後に防御率 45.00 を記録したが、その後の2回の先発で 4.09 まで下がったと2試合連続での圧巻投球も評価し、エリート投手に必要な要素を全て備えていると激賞。MLB 公式サイトのドジャース版を務めているフアントリビオ記者は X で、山本はまたしても印象的な投球を見せた。大きなピンチを乗り切った1回は特にすごかったと振り返り絶賛。また、ドジャースをカバーするスポーツライターのノア・カムラス記者も X で、由伸山本は、このカブス戦において2試合連続で圧倒的なパフォーマンスを見せたと綴り、続けて、彼は対戦した最後の10人を凡退させた。現在、10イニング連続無失点も達成していると、その内容の良さを強調。ちなみに、12年総額3億2500万ドル、当時のレートで約471億円。この価値に見合う1年目の成績は、どれほどのものを求められるのか。キャンプ2日目に山本由伸投手の獲得交渉に敗れたヤンキースの地元メディア、ニューヨークポストの記者がデイブ・ロバーツ監督にこのように質問を浴びせました。山本が日本で好成績を上げているのを理解した上で、メジャーリーグで一度も投げたことがないピッチャーが最高額の契約をしたことについて、不服などを言う人はいるか。それに対してデイブ・ロバーツ監督は、冷静に、ただただ、山本とドジャースの両サイドが完全にマッチした。タイミングの良さや需要の高さもあったと思う。確かに、こちらでは投げたことはないが、我々は彼のことを何年も見ていた。投げ方や、身体の使い方、抜群の制球力も考慮して、自信を持って投資したと思う。価値で言えば驚くことかもしれないが、ここ最近では、そこまで驚くことではない、と回答しました。鳴り物入りで入団で、それ相応の活躍が求められることは間違いありません。その基準について、ドジャース担当で、ロサンゼルスタイムズのジャック・ハリス記者は、大きな疑問は、どれだけ投げられるか、後半戦でも中4日で投げていくのか、25、30試合を投げられれば、自然と12、13勝はできると思う、と述べており、指標になるのはまず、登板数との見方が多いです。オリックス時代は週1回のペースで先発がほとんどで、ここ数年は年間で25試合前後でしたが、メジャーでは基本的に中4日で1年間ローテーションを守れば、30試合以上を投げることとなります。ドジャースで活躍した過去の日本人の先発投手で言えば、野茂英雄が13勝、28試合、石井一久が14勝、
28試合、前田健太が16勝、32試合と、いずれも1年目に好結果を残しているので、山本由伸投手の契約額を考慮すると、それと同等、あるいはそれ以上が求められるとすれば、登板数は必然的に30試合前後が必要となってくるでしょう。異国の新しい環境で、適応すべきことは山ほどあります。野球のパフォーマンス以外でも適応した上で、162試合の長丁場、さらにポストシーズンを戦っていく体力をどう養うか。まず30試合前後の登板を果たせれば、山本由伸投手の史上最高額の契約にふさわしい活躍をしたと言えるのです。初回2回とヒヤヒヤしましたが、さすがの山本由伸投手、山本由伸はメジャーでは絶対通用しない、この発言をしていた人たち、今どんな気持ちなのか気になります。次回登板も期待しましょう。さて、明日はカブスとの3連戦の第3戦、試合開始は今日より2時間早い日本時間3時20分早朝ですが、早起きして一緒に応援しましょう。そして明日のカブス先発は今永翔太投手。今永翔太投手は4月2日のカブス開幕4戦目本拠地開幕戦で先発を任され、6回92球2安打無失点9奪三振という快投を見せ、メジャー初登板で初勝利。さらに MLB デビュー戦で9奪三振&0四球を記録し、カブスのピッチャーとして1901年以来実に123年ぶりの快挙を達成し、衝撃デビューを飾りました。今永翔太投手と大谷翔平選手の対決楽しみにしましょう。なお明日のカブス戦の後はツインズと敵地での3連戦、その後4月13日から15日ドジャース VS パドレス、ダルビッシュ選手&松井選手、4月27日から29日ドジャース VS ブルージェイズ菊池選手と日本人対決にも注目です。楽しみな試合が続きます。大谷翔平選手、山本由伸選手だけでなく、日本人メジャーリーガーの活躍を楽しみにしたいと思います。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。